震災の時の3月11日ですね、その時からもう建物やいろいろなものがこう崩れて、このままでは町の大事なものがなくなってしまったりとか、記録がなくなってしまったりとか、そういうのがあるんではないのかなと思いまして、それから将来的に真壁にこの住んでらっしゃるお子さんたちに何か残していけないかなと思ったのがきっかけなんですね。その通りです。すごい、めっちゃですね。その藍染めの手拭いもそうですし、真壁本物作り委員会というのがあるんですね。そこの中の一人で、お一人で、あの大関さんという方、この人も伝統工芸士で、御影石をもうのみと金槌でですね、叩いていきながらこういう灯籠を作ってらっしゃるんですけども、そういう人たちとのコラボ作品を作ることによって、真壁のまあ良さをまたね、表現できればいいかなと思ってますし、切り絵の新しい、そうですね、開拓ではないですけれどもね、そういうことにもまあ入っていければいいかなと思って、いろいろな方たちと、まあ、今後もコラボしていきたいなと思っております。着物の柄も綺麗に再現されていて、すごく細くて繊細で綺麗です。なんか写真をそのまま見たまま見ているようで、瓦とかも細かくてとてもすごいと思いました。すごい細かいとこまでね、綺麗するんですよね。どんな風にしてやるんだかね。今まではこの真壁の古い町並みに住んでますとですね、それほど感じないでいたんですけども、先生がこの綺麗にしてくれたんで、まさに再発見、真壁の町並みって本当にすごいんだなと改めて思いましたね。年間たくさんの方が訪れるのに、何もないところだね、ひな祭り以外はって言われるのがなんかちょっと悲しかったん で、 どうせでしたら先生の切り絵を伊勢屋で飾って、ゆっくり街を見て、今の時期だったら新緑もいいかなと思いまして、計画をさせてもらったんですけど、実際、切り絵っていうのはどちらかというと和の作品だと思います。そしてこの建物自体も登録文化財ということで、とってもね、日本の古いいい建物の中に同じように切り絵を飾っていただくことによって、和と和の、そうですね、融合というかね、調和がとっても取れていて、まあ第1回目の個展としてはとっても良かったなと思っております。